アメリカ合衆国陸軍長官は陸軍省の責任者。陸軍省を指揮監督しアメリカ陸軍の軍政を担う。建国からセクレタリー・オブ・ォーの名称で閣僚の一員として軍事関連の事項を統括して責任を負ったが1798年に海軍長官が閣僚に加えられたことで陸軍に関しての責任を負うこととなった。 1947年9月18日に国家安全保障法が施行され国家安全保障会議国防総省及び国防長官が設置されその指揮官特下に移された最後の陸軍長官であったケネス・クレイバーアンロイヤルが初代陸軍長官に就任した同法施行以前の陸軍長官は閣僚であったが1947年からは国防長官が閣僚となって 陸軍長官は、その指揮下にある。陸軍長官は合衆国法典第十編の規定により、大統領の指名を受けた文民が、上院の助言と承認を受けて就任する。原則として、軍を退役して5年以内の者は指名されない。初代陸軍長官ヘンリー・ノックス。ありがとうございます。